続いて、クラッシュシンバルの音と、えー、ベルの音を入れてみたいと思います。まずは、えー、クラッシュシンバルですが、こちらは b f d エコの方にも、えー、クラッシュシンバルは用意されていますが、今回はオーディオデータのクラッシュシンバルを持ってきて、そちらを加工しながらアレンジしていってみたいと思います。クラッシュシンバルのオーディオデータはメディアブラウザーから選択します。ウィンドウのウィンドウの起動、メディアブラウザーを選択します。 それでは、クラッシュシンバルの音を探してみたいと思います。ジャンルの方は、まず全てにして、楽器も全てにしましょう。詳細検索ボタンをクリックして、検索するファイル、WAB ファイルを選択します。キーワードにチェックを入れて、こちらクラッシュシンバルですので、クラッシュを選択します。OK ボタンをクリックします。次にタイプから、 ワンショットを選択します。視聴ボタンを押して視聴します。はい、えー、こちらのクラッシュシンバルを貼ってみたいと思います。こちらにドラッグします。まず。 こちらはメディアブラウザーから持ってきたデータですので、こちらのデータを自分で確保できるように別名で保存したいと思います。こちらのデータを一度クリックして、選択後右クリックをします。表示されるメニューからオーディオファイルに変換をクリックします。このような画面が出てきますので、今回はモノラルデータを選択します。このまま OK ボタンをクリックします。そうすると、新しいオーディオファイルが出来上がりました。 まず、編集したいオーディオデータをクリックして選択します。続けて右クリックをして、ビートエディタで開くを選択します。このようにビートエディタが表示されます。こちらのボタンで少し大きく表示しましょう。ビートエディタでは読み込んだオーディオデータの選択した範囲のデータを移動したり、コピーやペースト、消去などができます。例えば、ドラムのループパターンですね、などを読み込んだときに、 スネアドラムの位置を選択して、スネアドラムの位置を移動したりとか消したり、新しいグループを再構築する、そういったようなことがこのエディターではできます。また、オーディオデータを録音したときにずれてしまったタイミング、こちらをビートエディターで修正することができます。右クリックすると、クオンタイズというものも用意されてますので、クオンタイズに合わせて修正することもできます。今回はクラッシュシンバルの音を読み込んだので、 アタックラインが最初はこのように表示されていません。実際のドラムのリズムパターンなどを読み込むと、音が強い部分ですね。こういった部分ですけど、これをピークとしてアタックラインが自動で表示されるようになっています。今回はクラッシュシンバルですので、減数する音なのでアタックラインが表示されていません。こういった場合は自分でアタックラインを追加することもできます。追加したい位置に線を持ってきます。この線の上で右クリックをすると、 アタックラインの追加というものが出てきます。こちらを選択することで、このようにアタックラインが追加されます。オレンジ色の線ですね。こちらをドラッグすることで、オーディオデータのタイムストレッチが行えます。左に持ってくると、シンバルの余韻が少なくなりました。こちらの青い線も行ってみましょう。こちらはデータを削除したり、無音を挿入するものになります。 右にですね、こう引っ張ると、ここに無音が挿入されます。逆に左にこう引っ張りますと、ここが削除されます。削除されて、後ろの部分がこう前にいったんですね。左はドラッグした部分が削除されて、後ろにあったデータが前に移動しています。今回はこちらのですね、 クラッシュシンバルの余韻をちょっと短くしたいので、タイムストレッチの方を使って余韻をこう短くしてみたいと思います。こちらをドラッグして、じゃあこちらのデータ、完成したものをオーディオデータに保存したいと思います。右クリックをして、オーディオトラックに出力というのを選択します。出力したいトラックをここで新たに選択します。 使ってないオーディオトラックの3番に出力しようと思います。出力するオーディオファイルの名前。名前を少し変えとくと別名で保存されます。OK をクリックします。見た感じでわかるんですが、余韻が少し短くなっていますね。はい。出力したものを聞き比べてみましょう。こちらがビートエディタで編集する前のデータですね。 こちらの下の方がビートデータですすを短くしてますこちらのデータ2つを使ってこうイントロとか A メロ、B メロこういうブロックの変わり目のところにクラッシュシンバルを配置していきたいと思います大きな変わり目ではこちらのデータを貼っつけましょう右クリックしてコピー貼り付けたいところでペーストをすると貼り付きますこんな感じですね A メロの途中、4小節行ってテーマをもう一回繰り返すときですね、ここでこの短いやつを使ってみたいと思います。こんな感じですね。こちら入れたデータのですね、音量を調節していきたいと思います。こちらのオーディオデータの左上にある三角、こちらを一回クリックします。そうすると、このようにスライダーが出てきます。こちらで選択しているです、ね、オーディオデータの音量が調節できます。そしたらこの A メロを少し下げましょう。こちらもですね、 しましょう。はい、このようにそれぞれのオーディオデータごとで音量を変えることができます。またこちらトラックの左側、こちらクリックするとトラックのボリュームもこちらで変えられます。ある程度ですねこちら個別に音量を調節しといて全体はこちらで音量調節という流れがいいと思います。<music> こちらのシンバルを利用して、リバースシンバルというものを作っています。このデータをもう一度オーディオファイルに変換、ものに変えて OK をします。編集用に一つ出来上がりました。こちらのデータも不要ですので、このトラックは右クリックをして削除をします。こちらのデータ、ダブルクリックすると、ウェーブエディタというエディターで開きます。ウェーブエディタはこのように波形が表示されて、波形の編集を行うことができます。こちらの S, S を移動するとですね、データが再生されるスタートの位置が変えられます。E、こちらがエンドの位置ですね。こうするとここからここまでがなるようになります。選択したい範囲をドラッグして選択します。こちら、オプションの加工から、フェードイン、フェードアウトを入れたり、ノーマルレズで音を大きくしたり、ゲインで音量調節したりなどなどが行うことができます。今回はこちらのリバースというのを使って、 このシンバルの音をですね、ひっくり返して、リバースの音に変えてみたいと思います。こちらをまず選択してみましょう。このように逆再生ですね。編集の方が終わりましたら、ウェーブエディターを閉じます。閉じるときに変更しているデータ、こちら保存しますかと出ますので、はいをします。リバースシンバルのデータができましたので、これをサビの前に配置してみたいと思います。 グリッドにスナップというものがオンになっているので、こちらのグリッド線に沿ってしかデータが動きません。スナップをオフにすると、掴んだデータが自由に動くようになります。こちらで微調整をしたいと思います。横尺ですね。こちらを画面右下のこちらのスライダーで大きくします。4拍目のところに合わせて、こちら少し隙間を作る感じにしてみましょう。 サビに向かってリババースシンルを入れるると盛り上がが感じが出ます、ね、はい。続いては、ベルの音を入れてみたいと思います。トラック6番がまだ使ってませんので、こちらにベルの音を入力したいと思います。今回は、このスペクトラルというシンセを使います。こちらは下のところ、こちらをクリックすると、まずバンクですね。音の種類がまず選べます。ベルを選択して、こちらから音色を選択します。今回はじゃあこれにしましょう。 このように入れてみました。ディレイですね、の音が少し長めですので、調節してみましょう。エフェクトはこちらになります。こちらのディレイのボタンをクリックして、フィードバック、これがですね、ディレイ音がどれくらい繰り返されるかというところの値になります。こちらを少なくすると、繰り返しの回数が少し減ります。 いいですね、もうちょっと減らしましょう。これなぜ減らしたかというとですね、コードが小説でこう変わってますよね。あんまり長すぎると、鳴ったベルの音が次のコードのところにかぶってしまいますんで、そうすると音がぶつかってしまうこともあるんです。ですので、こちら少し短くして、このコードの範囲内でこの余韻がなくなるようにちょっと調節をしました。いいと思います サブポートというのはお使いになっていますでしょうかこちらですね、よく音を重ねて音に厚みを出したりとか、違うシンセ同士の音を合わせて新しい音色にしてみたりということをすると思うんですけれども、そういったことをするときに使える機能になります。こちらに入れたミリデータの音をスペクトラルでまず鳴らす、さらにサブポートで選択したソフトシンセの音でも同じく鳴らすと。2つのシンセで このトラックに入れた音を鳴らすすこことができますこちらクリックして、例えばアザーから、アルファを選択してみましょう。アルファを読み出すためには、こちら VST インストゥルメントのボタンをクリックして、今選択したアルファがこちらに立ち上がってますので、エディットボタンをクリックします。こちらから音色を選択することで、サブポートとして使用することができると。こちらはですね、左側をクリックして、バンクを選択します。 さっきはベルでカツッとした音だったんで、パッドの音のこワーと伸びる音を追加して、きれいなベルの音を作ってみたいと思います。パッドにして、僕がよく使うやつですけれども、こちら、この音にしましょう。こちらのシンセの音が鳴らないようにボリュームゼロにします。そうすると、こちらアルファしかなりません。やっぱり余韻がちょっと長いので、余韻を短くします。アンプのところのリリース。 こちらを選択することで余韻が調節できます例えば切ってしまうとこんな感じになりますちょっと減らすぐらいにしましょうスペクトラルの方の音量も上げて音を合わせてみましょうこのようにサブポートを使うことで一つのミディデータを二つのシンセで鳴らすことができます音色の方が作り終わりましたので音の方を実際に続けて入れてみました 後ろの方も少しベルの音を追加していますそして、えー、ベルの音、えー、このようにオクターブで重ねています